はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は幸運の王様やっていこうと思います。ということで、行きましょう。今回は7回からスタートですね。罰が2個、増えた状態で、スタートになったみたいですね。やっていきましょう。行きます。はい、25ですね。 OK、 払っていきましょう。猿、信者、袋。そうだね、これはどうしようかな。この辺はまあ、袋が無難か。種、鍵、8。8取ってみましょうか。金魚、バナナの皮、バナナ。金魚取ってみましょう。ほいほいほい。ネズミコイン、カキか。ネズミ取りましょうかね。で、支払い、最初のやつ25支払う。次は5スピン後に50ですね。巨大な鉱石、イカサマ、カプセル、退屈のまじない。そうね、まあ巨大な鉱石取りましょうか。で、ブラウンペッパー再挑戦、雨雲か。ブラウンペッパー取ってみましょう。はいはいはい。キャンディー、骨壺、石炭。まあ、石炭取りましょうかね。追加の旅か。お、蜂と花がいい感じに反応してる。スペード、怒り、牡蠣か。一応スペード取っておきましょう。まだこの時点では何が起きるかよくわかんないからね。これは交付かな。巨大な鉱石あるので、交付取っておきましょう。ネズミビール、交付。まあ、交付増やしましょうか。鉱石はね、巨大な鉱石しかないですが、今後また鉱石来る可能性はあるんでね。はい、50支払う。次は6スピン後に100。ちょっとまだ余裕がないっすね。幸運のカプセル、やってみましょうか。狼の食いぐり。紐付きコイン、ランチボックスか。紐付きコイン取りますかね。はい、紐付きコイン取りましょう。はい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 。トランプ名人、チェリー、クマか。これトランプ名人取って、スペード取ってるからね、トランプ集めていきましょうか。オーケーオーケー。いい感じ。バブルカニ、大富豪。そうね、大富豪、一応大富豪取りますか。ほい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 。大富豪、蜂ミルク。まあ、蜂取りましょう。蜂の巣か。蜂の巣取りましょう。オッケー。破壊のまじない、ロックボックス、クラゲか。大富豪を破壊のまじないでぶっ壊してみるっていうのはありかもしれんな。一応、破壊のまじない取りましょう。さあさあ、あ、何壊した？ちょっと見逃しましたが、破壊したシンボル。あー。パール壊したのかな？でも巨大な鉱石壊れてるけど何が出てきたんだろう？パール？まあ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 、再挑戦カプセル取りましょう。はい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 。100支払い、OK。次は6スピン後に150。まだちょっと余裕がないですね。2個の、お、これか！新要素、エッセンスですね。2個のエッセンストークンがもらった。家賃を支払うたびに大家に盗まれる。盗まれた、エッセンストークン1つにつきエッセンスを1つか追加することができる。これどういうことなんだろうね。うさぎの毛、石鹸、ハート、とりあえずハート取る。うさぎのレフティ、鳥小屋、ケルナイトの回路。鳥小屋取りましょうか。お、いいねいいね。トランプを、トランプ名人が撫で回していく。骨壺、袋、カニ、袋取りましょう。はい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 。いいねいいね。25コイン。まだただ、入ってくるコインは少ないかな。4スピン後に150はなんとかなりそうですが。まあ、クラゲ取りましょう。うんうんうん。カササギ、再挑戦カプセル、ロックボックス。まあ、再挑戦カプセルかな。カササギでもいいんだけどね。鳥小屋だから。あ、ちょっと待って。誰が消えた今。あ、交付か。交付が消されましたね。そうか。交付消されちゃったか。まあ、アイテムカプセル取りましょう。
はい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 。甲府2体目削除。破壊のまじないが甲府に対して殺意高めだね。むしろ大富豪をやってほしい説はあるんだけど、なかなかそうはいかないと。さあ、150支払う。で、家賃を225に上げる。次225を7スピン後。これはなんだ？これがエッセンスか。対比の山、ブラウンペッパー、ケルナイトの改良。あれでもこれ、アイテムと一緒なんじゃないの？エッセンスって何なんだ結局。3個のシンボルが同じ回のスピンで破壊されるたび2個の、スイカを追加。その後、自身を破壊する。ブラウンペッパーシンボルが追加されるたびに10、その後自身を破壊する。ケルナイトのカイル、3個以上の、鉱石類があるとき自身を破壊する。破壊されたとき、鉱石類は今回のプレイにおいて追加で2コイン出すよと。ん？これはどれがいいんだ？アイテムと違ってエッセンスは、効果を発揮すると壊れちゃうっていうことでいいのかな？ブラウンペッパー取ってみるか。お、ガチャポン、シアンペッパー、チェッカーフラッグ。まあまあまあ、前回ガチャポン強かったなと思ったけど、これはエッセンスなんだよね。だから自身を破壊しちゃう。シアンペッパーは3つ以上シンボルが同じでない場合に20不要。この効果は空白には、空っぽには適用されない。その後自身を破壊。はい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 。こちらは、ん？ちょっと待って。チェッカーフラッグは、何ターン後にみたいなやつらが、コインを7回付与した後自身破壊。ゼロスピンで追加のコイン獲得できる。あー、チェッカーフラッグ。あー、いや、ガチャポンかな。でも、さすがに。ターゲット乱すのまじない。退屈のまじない。一応ターゲット取るか。いや、ちょっと引き直してみるか。お、バフカプセル、虚空のクリーチャー、アイテムカプセル。アイテム集めようかな。アイテムカプセル取りましょう。猫のピッツァ、シアンペッパー、ハッピーアワー。そうだね。シアンペッパー取ってみようか。はい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 。何壊した今。何壊したかを毎回確認してしまう。破壊のまじないが、壊したのはなんだ？パールか。パールならよし。電球カタツムリカニ。これもちょっといらんな。一旦スキップしよう。そして、ガチャポンのアイテムの効果で、雨雲と墓嵐が、追加されましたよということか。オッケー。うさぎの毛、貯蔵のまじない、ビールか。まあ、うさぎの毛でちょっとレアリティ上げてきますか。っていうか、チェッカーフラッグも、もしかして出てきたアイテムか。まあ、回しましょう。はいはいはい。トランプ名人、いい感じにトランプに接してる。これは再挑戦カプセルかな。はい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 。オッケーオッケーオッケー。鍵ロックボックス、虚空のストーン。鍵とロックボックスは両方取れるなら美味しいが、片方でね、その後もう片方が出てこないと微妙なので、虚空のストーンでも取っときますか。虚空のストーン早速消える。40コインゲット。コッツボココナッツかささぎ。そうだね。墓嵐あるからコッツボ割ってみ、コッツボ取ってみてもいいか。66% で、破壊されるからね。オッケー、破壊す、オッケーでもないけど、破壊されない。卵退屈カプセル、コインか。まあでもこれあれか、紐付きのコインあるからコイン取っといてもいいか。おっと、破壊のまじないで、ハートが壊れてしまったか。これはちょっとマイナスかな。で、225支払う。次は7スピン後に300。で、アイテムの配布がある。いずれかのフロアで7ゲーム勝利する、またはフロア6で1ゲーム勝利すると新しいアイテムがアンロックされる。あ、そんなルールもあるんだ。あ、っていうか、まあいいや。アイテムカプセル、幸運のカプセル、再挑戦カプセル。あ、これはちょっと迷うね。まあ幸運が無難か、でも。
黒猫ザロフ量子シンボルボム、量子ボムシンボル、ザロフは選びにくい。スピン後に13の倍数でコインを獲得するたび6コイン、猫が2倍、まあ、猫2倍の黒猫でも取っておきますか。で、シンボル21だけど、ちょっとね、破壊のまじないで、壊されたくないものもあるから、破壊のまじない、そうね、ダイヤモンドとか消されたら嫌だし、破壊のまじないそろそろ消しとくか。はい、じゃあ続けましょう。はい、ほいほいほい、40コイン。ニワトリ、バナナ、カメか。まあ、一応ニワトリ取りましょう。はい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 。盗みのまじない、虚空のフルーツ交付、虚空のフルーツ取りましょうかね。はい、即消える。巨大な鉱石、盗みのまじない、サファイア、サファイア、ちょっと一回引き直してみる？バナナ、飴、卵、卵取りましょうか。まあ、鳥小屋があるからね、なんだかんだヒヨコニワトリは強いかなと。巨大な壺、ワイン、盗みのまじない、墓嵐あるので、巨大な壺でいいかなという感じですね。割れる、スピリット出る、58コイン、忍者キャンディ、富のカプセル、富のカプセル取りましょうかね。蜂と花、そして富のカプセル壊れてヒヨコが帰る、68コイン OK、乱すのまじない、ココナッツ鍵。これはね、紐付きコインがあるので、ミダスのまじない取りましょうかね。コインまみれにならないからね。これは結構強いんじゃない？はい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 。支払いですね。300払いましょう。あと、エッセンスが、奪われていくよと。8スピン後に375。再挑戦付近、快適な枕か。再挑戦は10回振り直された後自身破壊、出目が小さ、特定の目より小さかった場合に、再挑戦ができるよと。付近は宝石類がある時に自身を破壊する。破壊された時、宝石類は今回のプレイにおいて追加で2倍のコイン。5個以上あるとか。で、快適な枕は野心の支払い期限までに2スピン。2回スピンが残っていた場合、このアイテムを破壊して次の2スピンをスキップ。スキップした場合、家賃の支払い後に追加で、入手できるアイテムのうち少なくとも1個が、ん？家賃の支払い期限までに2スピンが残っていた場合、このアイテムを破壊して次の2スピンをスキップできる。スキップした場合、家賃の支払い後に追加できるアイテムのうち1つがスーパーレア。なるほど。2ターン飛ばして代わりにスーパーレアをゲットするかっていう選択か。いや、ちょっとでも2ターン飛ばすっていうのは嫌だね。付近取りますか。宝石類がどれぐらいあるかだが、まずダイヤと、パールも含むのかな？あ、パール含むのかな？あ、パール含むか。あー、一応付近取っとくか。宝の地図、33スピン後に自身を破壊します。だけ？猿のオズワルドは、バナナ、ココナッツなどが、猿に破壊された時自身破壊。破壊した時猿は今回のプレイにおいて追加で2か。ジョールは種が成長するたびに自身を破壊します。種が追加で20不要。ちょっと待って。猿も種もないから、宝の地図取ってみるか。ただ33スピン後に自身を破壊してどうなるか書いてない。バーテンダー退屈のまじない体分カプセル。これはバーテンダー取りましょうか。ドワーフの作業台はドワーフ2倍のコイン隣り合う、鉱石を破壊するようになる。あ、ドワーフが鉱夫の役割を果たすようになる。脱毛シーズンは、ウサギの毛が、抜けやすくなる。スーパービッグシンボルボーム。このアイテムを破壊して8個のシンボル追加できる。8個も追加するかっていうとしないよなーと思わなくはないが、まあでも8回ガチャできるようなもんだと思えばスーパービッグシンボルボムもありか。そうね。じゃあスーパービッグシンボルボム取って即破壊してみましょうか。行きましょう。お、地質学者。地質学者取ってみる。これはどうのや。これはスキップ。
これプレゼントは一応取ろうか。で、虚空のクリーチャーも取ってもいい。種、フグ、コウフ、フグは取ってもいいか。鍵、サファイア、種、サファイア取りましょう。フクロウ、犬、電球か。電球取りますかね。オッケー、まあ悪くないんじゃないか、今のは。はい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 。48、60コイン。いいね。光る小石取ってみるか。付近をね、発動させるために、ちょっと鉱石類を集めておきましょう。オッケー。さあ、54コイン。カササギ、カメ、コイン。コイン取りましょう。コインは、紐付きのコインで除去されていきますからね。はい、オッケー。59コイン。ウサギ、パール、種ですか。まあ、ウサギ取りましょうかね。ほい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 。44、マトリョシカ、カメ、クラブ。クラブ取りましょう。トランプ名人が意外と働いてくれてますね、今回は。36、42コイン。卵、金魚、ケミカルセブン。ケミカルセブン取りましょうか。まだ、ケミカルセブンリーチにはなってない。ここでリーチが、ここでリーチになりましたね。狼、甲府、ごめんダイス。これはちょっとスキップしましょう。はい。41、クラゲ、光る小石、カタツムリ、光る小石取りましょうかね、一応。で、蜂と蜂の巣が、反応している。48コイン。375の支払い。これちょっと次怪しいな。8スピン後に450。そしてアイテムの支給がある。ロビンフット、フグ、ヒヨコか。ロビンフットね。ロビンフット。まあ、矢はあるから、一応取ってもいいか。ロビンフット取りましょう。豚の貯金箱、ライムペッパー。スピンのたびにこのアイテムに2コイン入れる。このアイテムを破壊して中身の、コインの 2.5 倍を獲得できる。豚の貯金箱かライムペッパーかは迷うね。引き直し7回できるから、42コイン、ライムペッパー取っただけで獲得と思うと、ライムペッパーもでかいんだよな。2コインずつ入れて 2.5 倍ってなった時に、まあ、10ターン後とかだと、20コインが、20コインが50コインになるわけですが、30コイン増える、10ターン後で30コイン増える、だったら別にライムペッパーの方が今回は良さそうだね。ライムペッパー取りましょう。はい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 。33、三面ダイス、チーズ、雨。じゃあここでちょっと一回引き直してみる？フーリガン、盗みのまじない、ドワーフ。引き直してみる？ロックボックス、金庫、チーズか。まあ、金庫一応取りますか。鍵がないけどね。ほい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 。地質学者が、何かを壊した。キャンディ、チェリー、怒り。これはちょっといらんかな。引き直してみる。猿、最長戦カプセル。お、最長戦カプセルいいね。オッケー。最長戦カプセルで最長戦が、できるようになりましたので、まあ、実質6コインゲットですね。ワイン、電球、犬か。いや、ワインにしよう。ワインにしてみる。そして、まあ、スピンしましょう。42コイン。ちょっと入りが少ないね。4スピン後に450、366。これちょっと怪しいぞ。鉱山取りましょう。さあさあさあ。40、61コイン。マトリョーシカ、犬、猫か。引き直してみる。パール、巨大な壺、ミルク。壺取りましょう。で、ちょっといらないの消すかってなった時に何消すかっていうと、あ、意外と微妙だな。ちょ、クラゲ、いっぱいあるから消して、クラゲを消してから、花と、蜂消しますか。まあね、蜂蜜もあるんで蜂消すかはちょっと悩ましいとこだけど、っていうかむしろあれだな、こんだけいつの間にか蜂蜜あるんだったらクマが欲しいね。猫、カササギ、カラス、鳥小屋あるからね、カササギやカラス取ってもいいような気もしますが、まあ、ただ、クマちょっと引きたい。クマ出ないかなーってことで引き直しをしてみるが、あ、エッセンスカプセル。マイナス12、自身破壊。破壊された時、エッセンスを1確保。
まあただコインに余裕が今ないんだよな。鉱石取りますか。しょうがない。ほい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 。50コイン。フーリガン三面ダイス怒り。ちょっと引き直してみる。ワイン退屈カプセル。種。まあワイン取るか。ちょっと次あたり怪しいね。お、98。ここで450支払う。で、9スピン後に575。これがなんかちょっときつそうだ。四つ葉のクローバー15スピン後に破壊されて、スピンの度に、4コイン付与か。ブースターパック、12スピン後に自身破壊された時、2個のアンコモンシンボル、1個のスーパーレアシンボルの中から追加で、選べますよと。ピンクペッパースキップするたび20コイン、その後自身を破壊する。どうしよう。四つ葉は、4、あーでも四つ葉は60か。でかいよ。でかいはでかいね。って言ってもまあ9スピン後耐えられるかどうかっつう話もあるから、まあでも四つ葉か。そうだね。ピンクペッパークロスウート、クロスウートは4個以上のクローバー、クラブと、スペードがあるとき、自身を破壊されたときに、今回のプレイにおいて追加でプラス1か。クロスウートもいいな。まあただケルナイトのカイルも3個以上あるときに自身破壊されたときに、鉱石類は今回のプレイにおいて2か。いや、ケルナイトのカイルか。これはイチゴ取りましょうか。締め手アイポスター、ペット登録証、レッドペッパー。うわー、なんかちょっと微妙だな。あ、クマを狙いますか、ペット登録証。クマを狙う。ちょっとクマ来ないならスキップかな。クマ狙う。クマ来ない。クマ来ない。そうですか。来ないっすね。さあ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 、地質学者が地味に育ち始める。70コインゲット。クラブカニ。クラブカニどうのや。クラブとカニで、カニ、カニカニにならんのかっていうね。クラブ取りましょう。はい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 。59コイン。富のカプセル取りましょう。今322。お、80コインで、402コイン。6スピン後に575。結構ギリギリだな、やっぱり。引き直してみる。バナナのか、ごめんだし、じゃあ、これはちょっとスキップですね。ほい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 。69コイン、ミルクどうのや8。まあ、やあ、取りましょう。77コイン。ひよこクラゲ、金魚か。ちょっとこれも取らないかな。地質学者壊す壊す。オッケーオッケーオッケー。72コイン。犬プレゼントアイテムカプセル、アイテムカプセル取りましょう。さあ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 。これで、72コインか。クラブ、タコの枕、バナナ、クラブ取りましょう。はい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 。オッケー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 。よし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 。今のはいいぞ。地質学者が、壊していく。恐怖もいらないね。地質学者にすべて任せよう。スキップする。で、ツルハシもゲットしたので、これから鉱石が破壊されるたびに5コイン入りますね。オッケー。ちょっといいリズムになってきたかな。55コイン。支払い575払う。さあ、次は9スピン後に650。だが、ある程度ね、ちょっとリズムができてきた気がするので、これでね、なんとかゴールまでいけないだろうかというところで、2体目の地質学者、まあ、一応取る。ギロチンは大富豪を破壊できる。快晴の空は月と太陽が、隣り合ってなくても影響するよと。で、罰金箱は、35以下。まあ、罰金箱はちょっと効果を発動できない気がするな。そうだね。あれ？ちょっと待って。大富豪は、みんな破壊されてんのか。
大富豪みんな破壊できてるのか。だったらギロチンは取ってもしょうがないんだが。ってことは、月と太陽、持ってないけど取っとくぐらい？いや、大富豪破壊できるギロチン取っとくか。これで大富豪をゲットしたら、そのまま即処刑できるよということですね。ゴーレム卵バブル。ゴーレム取りましょう。ほい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 。56コイン。クラブ鉱石ココナッツ。これクラブか鉱石か迷うな。シンボル肩な気もするんだけど。そうだね。シンボル多すぎ問題な気もしますが。ああ、いや、クラブどうすかな。トランプ名人どの程度あれかだよな。クラブ取るか。ほい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 。42。やっぱちょっとコインの入りが少ないな。引き直してみましょう。ターゲットハート退屈のまじない。まあ、ハート取りましょうか。ほい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 。49コイン。プレゼントうさぎの毛種。これちょっとスキップして、で、なんか壊しましょう。そうだなぁ。ネズミいらないかも。ネズミいらないなぁ。ネズミ消しましょう。はい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 。87コイン。あ、海賊だって。スーパーレア。2コイン付与。隣り合う、怒りビールコイン。宝箱系とオレンジを破壊する。破壊したシンボル一つにつき1付与。なるほど。これ海賊取ってみるか。ほい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 。54コイン。ギャンブラー退屈カプセル。ハートか。まあ、ハート取りましょうかね。ほい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 。まあ、ただちょっとね、マジシンボルが多すぎるから、本当はね、もっと減らした方がいいと思うんだが、まあ、取りすぎちゃってる以上しょうがない。ロビンフッド2体目。ロビンフッド2体目か。ロビンフッド2体目取るかどうか。むしろゴーレムかこれ。地質学者育てるには。ゴーレム取りましょう。はい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 。61コイン。ドワーフ、カメ、地質学、3人目の地質学者、取っちゃうか。取りましょう。ほい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 。38コイン。ちょっと入りが悪い。危ねえ。650支払えた。10スピン後に675。なんかちょっと険しいな、今回。さあ、そして、脱税と、食洗機とブースターパック。ブースターパックはさっき見たね。12スピン後にアイテムが、入りますよと。で、食洗機は18スピン後に破壊。破壊された時にエッセンス付与か。脱税シンボルが、コインを徴収するとき、その徴収が、25減少します。その後、自身を破壊します。これ1回きり？一回きりだね。それは微妙だな。食洗機取ってみる？ブースターパック水槽5枚目のエース。水槽は、10個の金魚が除去された後、自身破壊、各スピン前に全ての金魚除去。金魚が除去されるたびに10コインか。金魚今いるんだよな。一匹だけだけど。まあただ、ちょっと盤面パンパンなんで、金魚除去するために水槽を取ってもいいかもしれない。5枚目のエースは4個以上の、クラブ、まあトランプのマークがあるとき、自身破壊されたとき、トランプは今回のプレイにおいて、追加で、ああ、でも5枚目のエースの方が強いか。いちご派とシェフか。そうだね。シェフ取りますかこれ。いや、微妙だな。まあでもシェフと
ってみようか。ケルナイトのカイル、ドワーフの作業台、角度計、レアですね。角度計3スピンごとに四隅のシンボルが全てのシンボルに隣り合っているものとみなされる。あ、でもこれ角度計いいんじゃない？トランプ名人とかの効果でも、できるし、地質学者とか海賊でもいいもんね。ほい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 。70コイン。まあ、ただあれだな。9スピン後に675が結構危ないな。フーリガン忍者鍵。ちょっと待って。金庫取ってたよな。金庫取ってたから鍵取りましょう。ほい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 。オッケーオッケーオッケー。いろいろ起きてる。さあ、そして、80、93コイン。オッケー、でかい。スペード取りましょう。あ、鍵開いた。オッケー。なるほど。今みたいになるわけね。角度計で。で、101ゲット。虚空のフルーツ取りましょうかね。虚空のフルーツは消えてくれるからありがたい。そしてシェフが撫で回したってことは、虚空のフルーツ倍。オッケー、でかい。76でもでかい。チーズ、金魚、泥棒。泥棒を破壊する手段ってあったっけ？海賊は泥棒は壊さないのか？壊さないね。ってことは、ちょっとやめとこうかな。次行きましょう。460。43コイン。5スピン後に675。ギリギリなんとかなりそうな気配もしてきたね。はい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 。シェフが撫で回す。86コイン。オッケー。結構いいんじゃない？ゴーレム取りましょう。お、鍵が開いた。スーパー宝箱、でかい。お、これはいいんじゃない？ 103。オッケー。これは太陽。太陽か。これさ、花以外と太陽ってなんか組み合わせないのかな？太陽強そうなのにあんまり。いやでも今回あれだよな、花消しちゃったし何ともシナジーないから、まあシンプルに3コイン付与だとしてどうかって話だよね。まあでもこれ以上盤面パンパンにする必要ないから取れないか。はい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 。まあ銅の矢が、ダイヤを刺してるのは強い。77コインゲット。これは虚空のストーンですね。虚空のストーン、虚空のなんちゃらは結構ね消えてくれるからありがたいですね。オッケーオッケーオッケー。70コイン。いいね。怠け者、卵、オレンジ。あーん、これはスキップかな。はい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 。地質学者、いい感じに壊す。77コイン。支払い、オッケー。いつの間にか払えるようになってますね。675払う。次は10スピン後に777。で、アイテムの支給がある。オムレツエメラルドか。どっちがいいかな。10スピン後に777。なんとかなりそうな気配もしてきましたが、まあ、エメラルドでも取りましょうか。5枚目のエース取りましょう。5枚目のエース、エッセンスじゃない方が効果なんだっけ。ダイヤ、ハートに隣接しているとき、クローバー、スペードクローバー、ん？ちょっと待って。クラブか。クラブ、クローバーが、あ、クラブ、スペードが、追加で、1コイン、付与します。または隣接してる。ああ、はい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 。まあ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 。じゃあ、これ、そうだね。まあまあまあ、スピンしていきましょう。ちょっと混乱してる。さあさあさあ、63コイン。オッケー。455、9スピン後に777、なんとかなりそうな気もしてきたな。はい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 。角度計強いね。トランプと接してることになってる。桃富のカプセル電球、富のカプセル取りましょう。ほい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 。62。お、海賊2回目。あ、でもなんかミラスのまじないも強いんだよな。コイン除去してくれるから。まあでも海賊2人目取りましょうか。オッケーオッケー。地質学者も育つ。プラ13になってる。15コイン付与。でかい。まあスキップしましょう。いけ。あ、でもこれいったな。いったな。地質学者強えな。87、106コイン。オッケー。777行きましたね。これはゴールか。じゃあ引き直しよう。パール、光る子、石、ガチョウ。賞金稼ぎ、鍵、ミルクか。まだ鍵が必要な箱ありましたっけ。あ、でも海賊がいるから鍵いらんのだよな。
スキップですね。オッケー、地質学者。地質学者、もりもり。はい、110。カメイカサマカプセル、袋。これもスキップでいいですね。まあ、今回アイテムかなりパンパンなんで、シンボルね。71。光る小石、カササギ、サル。これもスキップしていきましょう。オッケー、オッケー、オッケー。88。エッセンスもゲット。幸運カプセルでももらっておきましょう。はい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 。いいね、いいね。地質学者がいつの間にか結構強くなってんな。ニワトリ、光る小石、ミダスのまじない。これミダスのまじない取ろうか。はい、蜂蜜を撫で回す、シェフ。そして56コイン。支払い777。オッケー、払いましょう。ふぅ。7回クリアですね。おめでとう。大家がフロア8に撤退した。8階がアンロックされました。ということで、これでね、なんと、4567まで連続で、1回で突破できてますね。よし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 。この調子で、次回ね、8回も攻略していきたいと思います。ということでね、今回これで終わります。ありがとうございました。よいしょー。